一緒に一杯飲みませんか、恩師様。戻られましたか。安心しました。もう少しであなたを探しに出かけるところでしたよ。ここは寒いですね。ああ、大丈夫。お酒を飲んで体を温めますから。もう二度と悲劇を起こさぬために。この感覚、冬の日差しの中で飲むお酒に似ていますね。とても気持ちがいい。癖になります。ほんのちょっと疲れただけですよ。すぐに戻ってきます。そんな顔しないでください。ほら、恩師様、笑って。わあ、体に染み渡ります。ん、恩師様、その、これはお酒じゃありませんよ。水ですよ、多分、きっと。だから酔いません。えっ、僕の力はあなたのお役に立てますでしょうか。僕が未熟な、せいで。できました。これは自信作です。きっと美味しいですよ。これをこうして、はい、とても美味しいマルガリータができました。恩師様、喜んでくださるといいですが。ああ、あれはもう過去、全部終わったことなのに、どうして急にあの頃の夢なんて。もしや、失いたくない人ができたから。あなたは僕と一緒にいるのがいいでしょう。マティーニのバカみたいに自分を見失ってはいけませんよ。射撃を学びたいなら教えてあげてもいいですよ。手取り足取り。え？もっと飲みたいのですか？やめておきましょう。あなたはもう十分に飲みました。まだ飲むというなら、どうなってもいいという覚悟の上でどうぞ。この瞬間から、僕のすべてはあなたのものです。あなたのために僕は暗闇を吹き飛ばす光となります。愛しています、恩師様。僕のこと好きですか？聞かせてください。あなたが望めば僕はずっとそばにいますよ。銃はむやみに触ってはいけません。暴発して危険です。ああ、僕はいいのです。もう体の一部みたいなものですから。もう少し寝かせてください。あと少ししたら起きますから。うわ、掛け布団をめくらないでもらえます？今日はなんていい天気なんでしょう。こんな日はのんびりと散歩に出かけたいですね。後で恩師様に声をかけてみましょう。その後、美味しいお酒を飲みに行けたらいいですよね。むしろそっちが重要かもしれません。光はすべての闇を晴らします。もう二度と悲劇が起こりませんよ。僕は強く願います。こんなミス認めない。僕は誰にも負けないのですから。まさかあなたからこのようなものをいただけるとは。お返しをしなくては。恩師様、何か欲しいものはありますか？